めっちゃエモくない？浩平さんが一番なった一番なった。いや、間違って、なんで長ズボンなの？いや、乗る電車で飛行機の格好じゃない、海行くテンションで今まで出会ってきた中で、西君一番難しいわ。なんか行った？頑張ってです。あの人難しいよ。あの人マジで難しいよね。それで1点ですね、荷物。ずるいなぁ。海うまいな。あの合成ではめ込んできますね、今海の背景ファンサくれた、ファンサ。今日どこに行くんですか？これからちょっとね、あの愛知の方に。愛知、はい、愛知 あのスケーターがいるんで、はいはい、この人に、ね、会いに行こうと思います。ああ。チャンネル登録よろしく名前書いておきます西チャンネルに夏っすね、うん、もう格好を一緒に国際線の人よ、ね、あっち着きましたね、愛知、ストイックやな天気いいね、良かった。天気いいですね。なんか最初雨予報だったからさ、どうなるかなって。いや結構景色めっちゃいいじゃない。めっちゃいいですそっち歩いてんだ、下策。あ、俺こっちですね。俺普通に歩いてるだけです。瞬足履いてるから。あー、え？瞬足。あ、瞬足。瞬足だから。瞬足だから。ま、あ、瞬足が出てこのサンダル。スポンサーですか。そう。逆にさっきの速度で行ってもらっていいですか。早っ。はい。いや。待って。いやいやいや。浮気クリップって言って。浮気クリップ。浮気クリップ。やめなさい。難しい。一番はしゃいどる。この人が一番はしゃいどる。愛知食べ物美味しくない？愛知楽しくない？結構。愛知めっちゃ楽しい。今日今のところ。うん。今のところまだ空港。空港。のみ。何食べたの？ケバブ。愛知で。愛知食べ物美味しい。でもゆかりもないケバブ。私忘れないでしょ。でも私は一生忘れないですよ。怖っ。丸丸で、そう、丸がやばい。忘れません。丸この味一生忘れませんっていう。分かれたよ、うん、多分分かれた。いや、何言ってんのかと思ったら書いてある。そうなんですよ、レシートに誰が何と言おうと忘れねえ、うん、絶対忘れねえ。あ、西君、西君いいっすか？これ。いいです。あ、じゃあ、これ、これ、これもいいっすか？あ、入ってないです。このくだり全部消えてる。手遅れですね。本当にもうこれに退屈いけない。こんなめ、こんなめんどくさいこと退屈もしちゃった。まあ、いや、先般、先般が行く。そうっす、うん、先般。今のは認める日を、さすがに日を認めざるを得ないわ、今のは。気抜いてたっすよ、うん、気抜いてた、マジで。あの、あ、何も起こらんかなと思って一回止めちゃった。なんか俺が被害者だけど気抜いてましたよ、うん、今のは気抜いた。だってまだ空港なんだもん。そりゃ気も抜くわ。レンタカー借りられないんですよ、うん、いっぱいいっぱいで。この無駄な運動
自分を苦しめるとはまだ彼は知らない、知る由もない。どこ行くっすか、これから。とりあえず那覇行ってですか。いや、愛知。難しいな、この人。豊橋。豊橋だ。マジで今んとこの出演率、マジで西田チャンネルですよ。俺一回しか顔映ってないですからね。はい。はい。おはようございます、皆さん。おはようございます。やっと西田チャンネルから小林家チャンネルに切り替わったんですけども。はい。今、どこ向かってるんですか。愛知の豊橋っていうところですね。はい。あの、愛知の東側の方か。はい、けどちょっと雨が怪しいわけで、はい、到着予定が3時半なんですけど、はい、4時5時ぐらいから雨っぽいじゃないですか、はい、なんでちょっとパッと行ってパッとスケボーしたいんですけど、豊橋の方にカモメスケートパークっていうパークがあるんで、まあそこでちょっと滑りますか。はい。雨やで。どうですか今日の波。いや結構いいんじゃない。いいっす、いいっすよね。すごい、ほら、うん、うん、滑る、ああ。はい、パークはめちゃくちゃいいんだけど、クソ雨です。これからどうしようか作戦中。今日ここ水はけいいから、ちょっと雨がやめばワンチャンあるみたい。というわけで、雨でどうしようもないから、この高架下スポットにちょっと逃げ込んできましたわ。いや、ちょっと壁とかね、あ、低いデッキとかがちょっと面白そうだけど、暑すぎる。湿度がやばくてデッキが湿ってる。いいな。やば、やった、ちゃんとこっち抜けれた。俺の一番弟子。あ、こいつドリームセット優勝したんでよろしくお願いします。弟子は、あー、入れていこう。なんすか。誰が聞いてくれてんの俺の話。ね、なんでしたっけ、なんでしたっけ。誰が聞いてくれてんの。彼は心を閉ざしました。そうですね、膝の傷からウイルスが侵入しました。膝から血出しながらさ、ねえ、タバコの煙に誰もらったの、この星かっこいいな。もともと橋にいる人。そうそう、心
あれ。あ、じゅ、あ、先住民。申し訳ないね、こんなところですけど。ごめんなさい、ちょっとホームレスの方、すみません、聞いて。すぐそこが海だわ。雨がどうしようもないもので、飯食いに行くか、室内パーク行くか。ちょっとね、暗くなるのここ早かったから、どっか移動します。あの、いいな、いいな。あの、そういえばお土産買ってきた。あ、ガチ？うん。デッキは置いといてもいいんだよ。ありがとう。はい。デッキは置いといてもいいんだよ。買ってきた、お土産。なんか、あれ、これ、ねえ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 。北海道からお土産買ってきたってさ。ガチャ？東京バナナ。東京バナナ。お前、うるさい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 。東京バナナ。ちょっと。いいな、面白いことして。え、マジで？いや、超面白いことする。え、待って、本当にこれマジで何もできない。マジで何もできない。なんで帽子かぶった？なんで帽子かぶった？あの、ジャンキーやるとこだっけ？あ、そう、ジャンキーでぎーんでぃ。あ、ここだ。あ、ここ、これマジ誰が見ておもろいのこれ。あ、傘持ってくる。イケメンやな。まあ、いいや、いっか。ユッティ心イケメンだもん。まあね、よく言われる。確かに。あ、欲しいっす。なんで？どうするこの先輩。うん、お前は一旦いいとするわ。うん、ちょっとさすがにね、よくないよね。あ、これ陽介なの？あ、そうそうそう。マジでおすすめメニューらしいです。そうか、そういうこと。さっきね、うん、除菌して、手除菌してくれた。あ、アルコール？それで、そう、それで入れたんだ。なるほどね。でも全然これ西君も誰だったっけ。あ、ほんとに全然。もうなんか申し訳ないですよ。あ、うん、メニュー見ます普通に。うん。どういうこと？え？まあ1ヶ月ね、お世話になりました、あの時は。じゃあ再会終わって、まあユッティはね、僕のね、相棒で初めてなんですけど、みんな再会と出会いを祝って乾杯。うわうん、ちゃんとなんだね。あ、ごめんなさい、言えるとはあんま思わなかったですけど。大丈夫ですか？うん、これ大丈夫。あ、うまい。あそこだよ、車屋ラーメン。ああ、言いますわ。ちょっとじゃあ紹介します。僕らが、まあ、愛知、倉吉市で毎回こう飲んで、うん、最後こう、ほんとだ、こういうの。ちょっとちょっといい。うわあ！だるいってマジで。説明止めて申し訳ない、ね。食べる。僕らが愛知県倉吉市で毎回飲み行って締めで食べる。めっちゃ混んでる。ここマジで人気。スタミナラーメンってのがあって全部乗ってるやつ。もうニンニクがもう目に見えるやつ。マジで。一個一個一個。思いっきり札幌。札幌ラーメンって書いてるけど。でも。でも。確かに北海道のマークあるもんね、見て。うん、すごいね。北海道のマークで。あ、そうか、もう、あれだ。え、え、北海道やん。そう、北海道。雰囲気めちゃくちゃいいな、なんか。今ね、電気消えてんだけど。あそこがね、電気ついてるじゃん、大広場が。マジでやばいよね。あそこでブラックなんか決めると届く。すごー、ここ。あのさ、マイルスのさ、ワンストップのさ、ローリーキャブやるときあるじゃん。あ、あんとこに行くめっちゃ。マジでいいとこ。もう一回言いますよ、カメラのためで。ここ4階やめて。で、ここ俺の部屋行かない方がいい。私404号室。もう444、うん、明らかに不吉。待って待って、もう数字的にやばいやばい。で、調べちゃった、マジで調べたんですよ、俺取りで。大島ホテルね。この、いや、もうやだ、明日とかこのさ、すごいね、ホテル。どうだし、寝てない。西君って怖いかもしれない。盛り上がりすぎちゃって。そう。今何時さ？5時43分。5時43分よ。夢中になりすぎた。陽介とユッティと飲みに行ってて。でもあの時で。もう1時ぐらいか。1時半ぐらいでした。そう。けどね、1時間しかしてないから。俺の部屋に集まって。一
杯だけ飲もうぜっつってコンビニで一缶買って飲んでたら謎に怪談話が始まった。なんでこうなっちゃった、うん、とりあえずこれから11時ぐらいまでね寝てちょっと昼から動きたいけど、あいにくの、うん、雨、うん、こっち来て雨しか見てないもん。空港出てピーカンだったはずなのに、うん、ついてピーカンだったはずなのに、高速でここまで行ったら雨、うん、なんか様子おかしいよね途中から、まあ、とりあえず明日様子見だね。いやそうっすね、初日はあそこの高架下でしかスケートできなかったからさ、曇りでいいからマジで雨だけは見てほしい。うんね、本当にね、けど予報的には昼ぐらいからね曇りにはなってます。うん、でしょ。じゃあとりあえず11時ぐらいまで怪談話続けようか。うん、あ、まだもう結構ネタつきてきたか。いや、俺1個あるんすよ。いやー、だったら多分俺ももう1個ぐらいは出てくるが、うん、もう11時まで続く、うん、この俺もう1個あるんすよっていう言葉もう今日だけに30回ぐらい聞いたもん。しょうもな、マジで。めちゃくちゃしょうもないけど面白かったな。マジでおもろかった。あの修学旅行の男子高校生だもんね、やってること。6時やでどうすんのよ、もう。27歳ってずっと声出して盛り上がって。寝よ。マジで、一旦寝よ。寝ないとスケボーできない。もう11時に暑くて、うん、美味しくて。昼までに病んでることを祈って、おやすみなさい。カモメです。あ、ファーストトライ。うん、うん、ありがとうございます。やっべー、やったやった、やった。痛い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 。